23度の 68% です。8月6日、もうすっごい綺麗だから、ちょっと作業の途中だったんですけど外に出てきました。あまりにも綺麗なんで。今日で1回目の接種を終えてから2日目のですけど、平熱です。ずっと熱は上がらず、腕の痛みは昨日は10段階で言えば5か6だったんですけど、今朝は2ぐらいかな、2か3、そんなもんです。ブルーベリー摘みに行きました。あ、この上にいないの。今日はすごい暑くなるそうです。肝別でも34度、肝別でブルーベリーを育ててる農家さん、オーガニックのブルーベリーです。あの、ブドウみたくなるんですよね。全くこれ、あ、ほんとだ、房みたいになってるんだ。あの、雨が全く降らなくて、だからブドウにならないで、残念ながらブドウの散歩手前ぐらいで止まったのさ。で、大きくする工夫はしたんだけども、雨が降らないからどうもならない。ブルーベリーって大体あの3種類ぐらいなんですよ、全国的にというか全世界的に。南方系と、それからあの北方系と、まあまあ両方に。で、僕はあの北方系と若干あの中間の、うん、はい、いっぱい取れました。3キロか4キロは何もない。まあ、500グラムいっぱい取ったね。ちょっと暑さが、いや、朝の予報で肝別の最高気温が34度って書いてあって、いやいや、それはないでしょうと思ったんだけど、あの毎朝の温度計、湿度計、日陰に置いてあるんですけど、やっぱり34度以上あって、湿度は 36% とかなんですよね。まあ湿度は低いんだけど、やっぱりそれでもかなり暑いから、もうこれだけ暑いと川に行く気もなくなる。その川に行って準備したり、釣りの準備したりするところでもう汗だくになっちゃうから、どうしようかなと思ったんですけど。蘭越小金地区のダムのところです。かなり濁ってますね。かなり濁ってます。今蘭越にある小金温泉に行ってきました。あの温泉は入らなかったんですけど、しばらくあの休業してたんで、8月になったらオープンするっていうから、オープンしてるかなと思ったらオープンしてました。多分息子さんだと思われる方が店番してて、で休業日はしばらくはないとのことなんですけども、残念ながらお蕎麦はもうやらないっていうことなんで、お風呂しかないので、まあ、あのお父さんのお蕎麦食べたかったですけど、まあ、お父さんは元気にしてるっていうことだったんで。あそこにニセコ駅見えますけど、その裏ですね。かなり濁り入ってます。ちょっとこの週末取れるか取れないか、月曜日ぐらいまで厳しいかなって感じですね。峡谷のラフティングコース、ここの、あの水が噴き出してるところ、ここ全然濁ってないんで、ここから上は、ここは全然濁ってないので、峡谷の噴き出し口のところ、ここから上は大丈夫だと思います。住んでますね。もうすぐ午後7時ですけど、まだ30度あります。湿度はまあ 52% ぐらいだから大したことないけど、今日は本気で暑かった。